地球防衛軍の走りみたいなゲームですね。あー、地球防衛軍ってゲームあるよね、プレステで。和骨です。はい、マリオさんもいらっしゃい。渦、おお、そこで止まるか。あー、コメントが長いけど読めてない。おはようございます。おはようございます。怖いっすね。もうこういうギガンテックドライブみたいなロボゲーイズルさんのかな。まだ言っていいと思うけどね、これ画面めっちゃ明るいけど、どうしようちょっとこのままやろうちょっと待ってね。マック2さんいらっしゃいって言ったか、俺。おはようございます。さあ、この画面の明るさをどうやってたい、どうしよう。なんか、逆にクレーンだよな、普段。どうしたの、マモル君。お前か。なんか名前を間違ってる、俺。確か、いや、全部やってからセーブした気がするな。顔飛んでんな。白く飛んでるわ。所長を発す。おはよう。あ、オルトさんいます。お久しぶり。今日ゲーム探しワークする？今日俺でもなんかちょっと寝たい。眠くなる気すんだよね。あんま寝てない。怪ロボットが船に移動中、注意されたし。やっぱダメだ。体力つけなきゃ。お、また来るのか。ちょっと待って。ロボットのデータです。明るいね。コードネームキャメロン号。ニューヨークを壊滅させた恐ろしいロボットです。ちょっと待ってね、これもしかしたらこれでこっちでも直んのかな。再取得。あー、オッケー。まあこれが普通らしいんだけど。はぁ、行こう。奴が来るとは。キャメロン号、ね、これまで現れた怪ロボットの中ではおそらくやつこそが最強でしょう。いや、俺前回やったより確実に下手になってるっぽいんで、まあ分かんないけどね、ちょっと覚えてないけど。やつの装甲です。まあ温かく見守ってください。あらゆる攻撃を跳ね返します。おそらくボーダンのパンチすらも。え、まさかボーダンでは勝てない。あ、画面暗くねえな、こう見ると。博士、さっきがおかしかった。今のままでは。出た、今のままじゃなきゃいいんでしょ。方法はあります。え、秘密兵器を使いましょう。出たよ、秘密兵器。ボーダンにはキャメロン号の装甲すら貫く必殺兵器があるんです。はい。それを使えばキャメロン号にも勝てるんですね。まだ開発中の兵器ですが、どうやらそんなことは言っていられませんね。どんな兵器なの。それは、あ、練習ね。ボーダンの腕にはジェットエンジンが搭載されています。ロケットパンチだった。それを利用して腕を高速発射するのです。射出された腕はジェットエネルギーを噴射しながら加速し、キャメロン号の装甲を貫きます。貫くこと想定だ。腕をロケットのように発射するんだ。名付けて守る。ああ、でもすぐに特訓です。シャトルパンチって言ってた、今飛ばしちゃったよ、特訓。暑い。まず R1 と L1 を同時に押す。するとボーダンは必殺技の準備をします。昔うちの近所に何歳ぐらいだ、10歳ぐらい年上の人、10歳ぐらいだな多分な、年上のお兄さんがいてさ、はい、LR を同時に押す、はい、まず R1 と L1 こっちを先にやろう。次は丸ボタンでシャトルパンチ発射です。 R1 と L1 を押した後、まあ、10歳ぐらい年上の近所の兄さんが特訓っていうあだ名だったの。本名わかんないけど、多分親に聞きが来るけどね。でその人がね、結構ね、結構当時有名な芸能人の息子でね、息子だったのかな、なんか息子なのかな。息子って多分言ったぞ。まあ、今度は聞いとくわ。はい、来たー。
帰ってきた。いや、いいな。エネルギーがなくなったようですね。ですかね。呼吸しましょう。いや、ドラムセットを持ってて、結構なんか聞こえたんだよね、遠くても。早いな、わら。早かったね、今ね。シャトルパンチは、ボーダンのエネルギーを大量に消耗します。体力の右のやつでしょ。画面右側のエネルギーゲージが青い部分に達していないと、ほとんど使えシャトルパンチは使えません。いや、貯めろと。エネルギー注入が終わりました。特訓を再開しましょう。今度は、用意した目標を破壊してください。はい。どこ？はい。これロボがどっち向いてるかをさ、上の左上のレーダーでちょっと見たいよね。あれあれあ、出た。これいけっかな。当たっちゃったぞ。リモコンだと聞いて。基盤チェックドライブにもあった技やね。うん。ああ、まあ、これの続編だからね、あれね。エマノンさんいらっしゃい。これで自爆も。自爆？嘘。連合軍から連絡です。東京湾で連合軍がキャメロン号と交戦。連合軍全滅です。連合軍の攻撃はキャメロン号に全く効き目なし。なんてやつ。はい、キャメロン号は海を渡ってトリノに接近。てかさ、そこまで情報が入ってこないのかな、これ。全滅してからじゃないと。はい。はあ。特訓の話終わったっけ、俺。なんて人だったかな、なんて人の息子だったかな。それはでも分かんない方がいいんだよな、きっと。なんか結構有名な松田聖子の愛人だった人みたいな人だな。愛人って逆なのかな。松田聖子を愛人にしてた人っていうのかな。俺の世代ではちょっとテレビで見たことないね、その人は。ただ親の世代にするとすごく有名な。分かった、名前思い出したけどちょっと分かんねえ、ググってみよう。怖いわ。恐ろしいわ。なんかその、うん、その人が別荘じゃない、なんて言えばいいんだろうね。実家ではないっぽいんだよ、キャメロン号。その人のよもやボーダン。すげえ近所なんでちょっと難しいよ、なんか調べてからじゃないと。怖いの。まあ昔の方が今より怖いっしょ、確実に。キャメロン号。おってか、お前やっぱり怪しいな、こいつ。キャメロン号。こいつ絶対怪しいよな、博士。ああ、マモル君どうしたんですか。お前だろ作ったやつ。質問があるんだ。全部お前だろ。シャトルパンチは何回使えるのか知っておきたいと思って。お、ああ、そのことですね。必殺技を使うには。なんで一回消えたんだお前。エネルギーが必要です。はい。ロボットの耐久力ゲージの隣にはエネルギー残量を表示するエネルギーゲージがあります。ん？耐久力ゲージの横。シャトルパンチを使うと次第にゲージが減っていくのです。はあ。ゲージが 70% 以下の時はシャトルパンチは使えません。ゲージを回復させる方法は？ロボットを動かすことです。へえ。歩くだけでも蓄積されますが、最も効率の良い方法は格闘戦を行うことですね。殴ること。つまりシャトルパンチを連続して使い続けることはできない。エネルギーゲージがなくなったら行動することで充填する必要があるってこと？そういうことです。それからもう一つだけ注意しておきましょう。エネルギーゲージは黄、緑、青の3段階に分かれています。どの段階までエネルギーが溜まっているかによって使用できる技が変わるのです。技が変わる。必殺技にはレベルという概念があります。レベルが高い技ほど使用時に多くのエネルギーが蓄積されていなければならないんです。レベル1の技は確かに止まっている方がそっちに貯められるよね、多分ね。レベル2の技はイースだってそうだった。エネルギーが青部分に達していないと使えません、はあ、レベル3の技はエネルギーが満タンでないと使えません。満タン。シャトルパンチはレベル2の技ですから。へえ。エネルギーが青部分に達していないと使えないわけです。ちょっと音量が分からん。キャメロン号が現れました。ビクッと。海から新市街に侵入しようとしているよ。ああ、結局降るね。市街地は障害物が多くてシャトルパンチが使いにくいわ。いや、撃っちゃいいよ、撃っちゃ。上陸する前にベイエリアで勝負をかけましょう。そういうことか。分かった。防弾出動。ベイエリアでキャメロン号を迎え撃つ。いや、お前なんかやる気出てきたじゃん、急に。急にやる気出したぞ、こいつ。なんだ、ロケットパンチにはさすがに弱いから。
おうおう、初めてだよ、これ。海の中から出てくるのこれ。と思ったら、ちょっと違う。怪獣映画あるある。そうね、腰ぐらいまで足、なんか水に浸かる感じね。これはもうちょっとしただけだ。見とくか、一応。なんか海に、あ、でもこの後なんだよな、多分違う。ここまでは一緒だよね、一緒だ。きっと。飛ばす。こっから先が違う。この前はそうだった。よし、来た。あ、水の中から出てくるぞ。あれ？もったいぶるな、なんか渦巻いてきた。へへへへ。あ、そうそう、こんぐらい、こんぐらい。いや、波高えな。もっとゆっくりでいいような気がするな。巨大感がわかんない。障害物が少ない分戦いやすいよ。これ普通の人間ぐらいのサイズの波の動きじゃん、これじゃ。キャメロン号を市街地に近づけてはダメよ。はいはい。キャメロン号を海に沈めてやるさ、シャトルパンチで。限定した。そっか、あんま見た目変わんないな。何が脅威なんだろう。普通に戦ってもダメってことだよ。オプス。今若干1個ゲージが上がるとあえてビシャーってなるのか。どこ行った。おい、なんか遠いぞ。ちょっと待って待って、ちょい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 、ちょいちょい、戻っちゃダメ。なんかだ、なんかちょっと待って、ちょっと待って、撃っていいの、撃っていいの、ちょっと待って待って、ちょっと待って、遠いな、これ多分遠いな。もうちょっと左向こう。敵は、あら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 、ちょい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 、どうやって戻んの、どうやって戻んの、どうやって戻んの。ちょっと待って、ちょっと待って、どうやって戻んのこれ。あ、ジャンプした。はあ、どこだ、どこ行った。ちょっと待って、ちょっと待って、体力減ったよ。もうちょっと、あ、分かった、これ思った以上に角度がある。これ敵はもっともっと先だ。直線かと思ったけど、こっちだ。おはよう。おはよう。これ登れてんの？登れてんのかな？敵は？やってみます。はい。もうちょっと登っちゃおうか。よいしょ。近いような遠いね。よいしょ。よいしょ。あ、じゃあじゃあじゃあ、登ったのに。なんか登るの変。よし、近い気がするよ、すごい近い気するよ。ちょっと待った、ちょっと待って、もうないんだよ、後ろが、後ろがないんだよ。ちょっと待って、あ、近い近い、痛い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 、やばい、どうしよう。見てるこっちがもどかしいわな。ロケットパンチ打っちゃうか。ロケットパンチ、見えない。当たったの？当たった、見せてよ、見せてよ、どうなったの。あ、倒れてる、行こう。ちょっ、この角度悪くないってことだね。あ、もう撃てんじゃん。おいやー、ちくしょう、行け、よっしゃ。おー、あれ簡単だったぞ。あれなんであれ俺あんな面で苦戦してたんだろう。はあ、肩口にロケットパンチ2発。2発、わらわら。ねえ。だったら。全校分壊滅とは。あ、ねえ、なんだったんだろう。恐ろしい相手だった。どんだけボンクラ。しかし、また同じタイプのロボットが現れないとも限らない。弱いよ。兵器の改良を急がなければ。でも、どんどんとんでもなくなってくるよ、確かに。失礼。恐ろしい相手だった。あ、クレーン壊しちゃったんだ。本当だよ、ロケランっていうかな。コンテナめっちゃ壊れてるな。24個か、でも。お。お。プラス出たね、結構。とはいえ。てか、これ誰も座ってなくていいの、なんか。博士、ちょっとパワーアップしようよ、そろそろ。まだダメなのかな？全部じゃない。まだジャンプとか効いてねえでしょ。どうしました？
ジャンプがあるとは聞いてるけど。おおおおおおお、いい案ですね。お、装甲を強化すればロボットはより衝撃に強くなります。怪ロボットとの戦闘。はい、防弾、防弾。あ、できんじゃん、足りるし。島で200億、早いな。メガモーターですか。お、なんだろうこれ。ところに目をつけましたね。メガモーターというのは腰に積まれた巨大モーターのことで、上半身の回転に影響します。改造すれば体の回転がよりスムーズにできるようになります。それはやろうよ、言われなくても。お前がやっとけよ、勝手に。メガモーター、お金減ったな。曲、おお、ああ、そういうことね。新、こんなこともあろうかと、いろいろこんなこともある、立てておきましたよ。はい、どのロボットに新兵器を取り付けて。ちょっと待って、ロボットまだ増えてねえのに、そのネタバレやめてくれる。おーおーおお、裏剣聞いてねえな。金まだあるから行くかって思ったけど、ああそういうことか、お金か、これ200億か。へえ、回転機構。へえ、でも爆発的にって言っちゃってるけど、あ、金ねえや。シャトルパンチを両腕発射、ああロケットパンチ2発出んのか。絶対強えな。消費エネルギーもでかいんだろうけど。え？だか。それ以上教えてくんねえのかよ。どういう技だよ。ねえ。裏剣って。これだな。これまで使わないでおこう。今んとこなんか、そんなに苦戦しなそう。ロケットパンチあれば。とりあえず強化したし。うん、話聞いとくか。丸さん、何かご用ですか。お金がなくなるとゲームオーバーになっちゃうから買いすぎて破産しないようにしてくださいね。そっか、セーブしとくべきだったのか最初に。これはそっか。お、防弾でアジャコングな戦い方に。アジャコング携帯ロケット買ってもいいんじゃないか。これもう落下したりするし。セーブしよう。とりあえずセーブしよう。左下にずっと主人公のつまなそうな顔出しても意味わからんな。今日はなんか朝が爽やかだな、ほんと。ただこれから梅雨なんでしょう。そろそろ梅雨かな。もう梅雨入ったのか、沖縄とかは。西の方は。おお。明日はずか。明日も頑張るぞって言ってるのかこれ。次の作戦進むと明日も頑張るぞが、いまいち合わなかったんだけど。今日はもう終わりっていう。おはようございます。あ、35個目さんいらっしゃい。やべ、飛んでくるやついんのか。ヘドラだ、ヘドラ。あら、マモル君、どうしたの。ユウコさん、聞きたいことがあるんだ。ああ、怪ロボットはなぜトリノを襲うの。トリノにやってきたロボットはもう4体だよ。怪ロボットはトリノを特別の目標にしているとしか思えない。なんかエヴァっぽいな。それに大座財閥がトリノに防弾を派遣したことといい、エヴァっぽいというか、まあトリノに何があるっていう。全部の特撮とかにも言えるか。それは再開発されたとはいえ、トリノはただの地方都市に過ぎない。何もなければ世界を巻き込んだロボット戦争の舞台になるわけがないよ。まあいずれ話さなきゃいけないと思ってたけど、隠す必要性が分かる。目的はトリノ発電所よ。お、発電所？
あそこの地下には特別な研究施設があるのよ。はあ、特別な研究施設？新型ロボットの研究施設よ。なんでバレてんだよ、そんなことが。人類の切り札、アスモデウス。主人公も知らないことを、敵はもう察知して攻めてきてんだろ。ちょっと早く来たかった。なんか悪者っぽいな。悪者だなこれ。ラスボスなんじゃねえの、結局乗っ取られて、結局防弾で戦うみたいな。来た、ビクッとした。ヘリコプターの編隊が、え、うわー、ロボじゃないやつ来た。めんどくせえやつだこれ。それが国籍不明です。どうやらコンピューター制御のヘリコプター。それロボの出番じゃないよ、もっとあるよ、もっと小回りの効くやつが。マモル君、でかけた。防弾でヘリコプターを叩き落としましょう。分かっちゃった。分かっちゃったもん。分かんないわ。ドローンか。なるほど。そうな、無人機だからな。ね、こう考えると200億円ってなんかあんまり、いや、高くないな。自分の強化の関係でいくと。飛ばす。久々に見てえな、ちょっと一回ぐらい。次は見ようかな。よし。結構マップあるな、種類な。市街地が2つと海と山なのかな。でもやっぱ巨大ロボはロマンだけどさ、ロマンだけど、このゲームでやった感じ、やっぱりさ、いらない、使う場所があんまないよな。ヘリコプターは発電所に向かっています。この羽をさ、早く回す演出やめた方がいいよとか、いつ気づいたんだろうね、これじゃないって。それまではさ、早く、あの、プロペラをさ、早く回せばいいって思ってるメーカーが意外と多くて。後にああいう演出じゃなくなったけどね。あんなもん早く回しちゃってさ、本物みたいにはならん。あとタイヤのホイールかなんかがさ、速くなるとこう、なんていうの、モーションブラーみたいになるっていうのは、結構セガが早いうちからやってたんだよね。はい。あ、おう。しゃがんで、奥を押してしゃがむ。で、あ、ジャンプね。来たよ、ついに。めんどくさそう。絶対ロボじゃない方がいいよこれ。てかこれ危ないんじゃない？レイ。歩くと葉っぱが舞うのはよくできてる。あなんか画面が。やっぱこれジャンプできるようにして、なんかどっか行った方がいいのかな。ヘリどこなの？めちゃめちゃ遠いんですけど。あ、来た。ちょ待って、ヘリ来たぞ。あれ？ちょっと待って、なんか弾撃ってんだけど。ロボ開発技術はあっても対空兵器は無理です。うん。しゃがむ。しゃがむ。しゃがんでんのこれ。しゃがんでドーン。嘘でしょ。思った以上に可愛らしい。しゃがむ。ジャンプ。え、どうなってるこれ。もしかして通り越してね。振り返り方が。あ、これ仕事おかしいって。これロボの仕事じゃないって。どこ行くのよ、どこ行くの。カメラがどんどん、わー、あっちこっちにいた。こいつを倒そう。しゃがむ、飛ぶ。当たらねえって。だからこれはどうした、ネクさんが壊れた。荒らすんだったらやめて。よいしょ、ラッパーが出ない。よいしょ。ダメだこれ。もうちょっとこっちの足出して、しゃがんでドーン。下にいるんだよな。どうなってんだよこれ。あ、蹴ったよ。ネクさんがキーボードがおかしいらしいぞ。いけ、これ近づいた方が早いよ。
あ、ダメだ、逃げちゃうわ。ごめんね、つだな作ってたらキーボード。なんだよ、なんでエンター押せてんだよ。あー、ダメだ、靴だなって。踏んだ方が早かったというね、当たったという感覚が。あれアッパー出ないんだけど、何何これ。ダメダメだダメだ。あー、どこ撃ってんの。一旦飛行。あ、と見せかけて、それはあるかも。ドン。てかどうなってんのこれ。倒したかな。あ、なんか煙出てるけど、そんなんいらんわ。そんなし、そんなんいらん。もう倒せようよ、それは一発で。ジャンプ勝利。なんだよなんだよ、ジャンプ。よっしゃよっしゃよっしゃ。ジャンプ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 。見えない、見えねえ。よし、一旦下がろう。え、なんか下がれなくなっちゃう。あ、進んでる、これ進んでる進んでる。よし、なんかメーター溜まったよ。てかこれ倒すだけでいいのかな。もうしゃがんで、うん、届いてないもん。何この感じ。勝てる気しない。チャース。テクノデボックさん、お久しぶり。いらっしゃい。ヘリ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 だけど、ずっとずっとヘリだけど。やばいなこれ。ロケットマッチ打ってみようか。もうちょっとこっちこっちこっち。ロケットパンチそんな選べないのかこれ。あ、ダメだ。違う、ダメだこれ。ロボの仕事じゃないよ。ちょっと離れれば下に降りてくるなら2個下がって3個進めばいいんじゃね。でもどうせ近づいても、近づいたら逃げるでしょ。よし、この視点いいよ、この視点いいよ、非常に。おう、あ、距離感が分かんないけど、こっちじゃない。いけ、いけ。まあ、シンプルシリーズのメーカーでもあるからな、リアコメ。え、テクノデバックさん知らないんだ。よし、絶対当たんねえんだな、これ。ごめん、知らんわ。地球防衛軍作ったメーカーですこれ。ああ、まあ、よし来い。どうせすぐ終わんねえだろうな。こりゃあかん。よし、ちょい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 。ジャンプパンチとかない。ルセムさんいるし。朝から雑談枠撮ってみようか、あえて。ワコチュッチュ、ワコチュッチュ。はぁー、タタムソフトだ。おう、つか、タムソフトじゃない。ちょっと待って、ジャンプ台パチン使えたらよかったね。台パチン届いてない、笑い。届いて、距離感が全く分かんないんだよ。ロケットパンチ、ここロケットパンチ出ないらしい。ゲージが青でも出なかった。パンチパンチパンチ、あああああ、どうしてそんなに上向くの。上向くのが早いんだよ。おう、あれ下向いて上、ドゥオウ。だってさ、無理なんだもん。あははは、下がろう。あはは、前行っちゃった。いや、下がらなくていいよ、これだ。いけるか、
いけるか、これいけ、違うんだよ、そのボタン、そのボタンじゃない、行ったか、よっしゃー、てか距離感が分かんなすぎるんだよ。あ、いよいよついてた。はい、はい、かっこさんいました。危なかったわ、曲うるせえよ、ありがとう。マリオさんいらっしゃい、引き続きよろしく。最後体当たり笑い。あれでも今回そういうあれなんだ、ミッションなんだよ、ジャンプで当たれっていう、だからね、パンチは当たらない。僕の使命か。はい。あ、あ、差し引き？差し引き？あー、出撃ね。出撃費用がかかるの。まあな、そんな、まあしょうがないよな。出た当時、やってみたいという衝動があった。なんでやらなかったの？これすげえ後に安くなったのに。あ、そう、楽しいよ。楽しいけど、このもどかしさも含めてゲーム性だから、これでイライラしちゃダメ。お坊ちゃま、お呼びです。なかなかうまくいかないところが楽しい。セーブしよう。めんどくせえから。検索が長い。検索、まあいいか。まあ検索か。リボンチェックドライブも面白かったわ。あっちの方が簡単だからね。あっちの何倍むずいだろ、こっち。黒森さんいらっしゃる。黒森さんってなんか自転車のが好きなの？初代プレステはセーブに時間かかるのがイライラだよね。逆に友達はこの前も話した、この昨日も話したけど、初代プレステってセーブすごい時間かかるのは仕方ないんだって、仕様上ね。アクセスにすごい時間かかるらしいんだよ。だけどものすげーよ、あのセーブが早いゲームがあって、あ、やっぱそうなんだ。黒森ブデンなんだ。黒の黒ってなんだろう、クロームなのか。黒森ブデン校だっけ。鉄人28号もよかった。あれはまあ簡単だったもんね。こっちとはちょっと違うよな。あれはダイナミックさと破壊衝動。クローム森ブデン。新型ですね。あ、そうなの。あの腕の、おそらく格闘戦用。いやいやいや。格闘戦用の怪ロボット？スパナとかの対応かな。なんか、なんだ、なんだろうね。そうです、黒森って俺なんか日本語かと思った最初。黒森、自転車乗ってそう。そうそうそう、アルミよりは安いのかな。伸縮自在の腕は脆いけど硬い金属、このロボットの特徴です。もう脆いってことは硬いからね、ガラスみたいなってこと、割れるってこと。妙にしっくりきちゃった。何の話？妙にしっくりきちゃった。どこ？ボーダンのパンチが届かない距離でも向こうのパンチは届きます。へしおったれ。リーチが長いロケットか。ガードしてロケットパンチ。一瞬で相手の懐に飛び込み、強力なパンチで粉砕する。あ、俺買ってないんだけど。そんな簡単に言うけど。お金もらったから買えばよかったパンチ。ボーダンにはまだ隠された秘密があるんですよ。お前な。隠された秘密？ボーダンの性能を引き出せれば必ず勝てるはずです。需要供給の関係で今鉄の方が高いですけど。なるほどね。あまり時間がありませんが特訓しましょう。特訓するならパンチ強くしようよ。でももう来ちゃってるからダメなのか。飛び込んで殴れって鬼か。いや、なんかあるらしいんだよ、技が。まずジェットダッシュから行きましょう。あるんじゃねえかよ。噴射して。でもどうせ難しいんでしょ。懐に潜り込む技です。はあ。ジェットダッシュ。まずはR1 と L1 を同時に押す。カーボン。ボーダンがポーズを取ります。今自転車って安いのかな。R1 と L1。輸入のものが多いんだよね。ってことはあまり今あんま高く安くないのか。決めポーズと言います。決めポーズ。決めポーズをしたら R2 と L2。ロケットパンチと同じあれだよな。R1 と L1 で決めポーズを取ったら、はい、ジャンプの逆ね。を使った高速前進。ダメなんだ、喉がダメだもん。やってみなさい。ゴー。ドン。小安の声で吹く。そうね。ジェットあれ短くない？おっと、言い忘れていましたが、停止するには R2 と L2 を同時を。なんで止まったのじゃ。あれが長いんだよ。おはようございます。中でダッシュさせんのかよ。チョコペさんおはよう。それから当てづらそう、ダッシュ中でも当てづらそうだね。これマジで使うと大変なことになります。本当に？R1 と R2 を。ダッシュ中も曲がれる。右ターン。
L1 と L2 を同時押しで左ターン。左ターン。ではもう一度やってみなさい。うう。決めポーズからのダッシュ。カーブ。曲がんない。次は神の拳。ゴッドアッパーです。映画中は走る感じ。ああ、いやどう。R2 と L2 を押してしゃがむ。はい。まずしゃがむ。しゃがんだら。丸ボタンと三角ボタンを同時押し。丸三角。やってみるわけ違うんだ。どうなるんだろうね。やべえ、シュール。ロボは急に止まれない。しゃがんでからこう。カーミンジェットアッパー。最後はジェットの拳。ブーストフック。ああ、そっちの方がいいわ。これだって距離がないもんで、ね、ダッシュしてから使えってことか。うわあ、これは大変。ジェットエネルギー。やってみます。なってみます。ブーストフック。まずは。方向キーの左を押して場所が見づらい。腰を20度以上回転させます。はあ、そうしたら丸ボタンです。どういうことだ。回りながらか。方向キーの左を押してから丸ボタン。フックだが腰を20度以上回さねばなりません。ああ、そういうことね。20度以上ってこう回転させるあれね。いや、こういうこれはあ、ブランブランダメだ。よくできてる。で、20度以上回転させて、右ボタン、ドン。あれー、なんか変わったよ。あれ、今日はこれまでにしましょう。なんで早い話が。こやすー。これ一番使った記憶がある。いや、強いもんね、絶対ね。俺、だってジェットじゃない頃から使ってたよ、これ。なんか部屋涼しいな。エアコン入ってないのに。行こうか、じゃあ。パシフィックリムのエルボーロケットかと思った。あー、あれもゲーム化されたけどさ。カイロボット放置かよ。カイロボット、俺はそう、そうだわ。カイロボット今どうなってんだろうね。セバスチャン、ちょっとパンチ強くしてくれよかったよな。できんのかな、この後。この後出ないよな、多分。いや、でもだんだん強くなってきたよ。最初がやっぱ一番辛かったわ。なんもない頃が。え、なんだ、ど、後編。敵のね、敵のね。敵目線ね、これ。あ、できんじゃね、強化。勝てる。と思ったけど、まだか。もう行くしかないのか。分かってるわね。はい。うん。ジェットダッシュで一気に間合いを詰め。しゃがんだ、ジェットダッシュあるか。決めポーズからの。その連携を忘れないで。はい。中途半端な距離で戦わないように。ガードして突っ込めってことね。やったるわ。フックでジェットアッパー当てたいな。そんな名前じゃないと思うけど。ゴッドアッパーだっけ。確かに5000トンになれる頃には技揃ってますからね。5000トンになる頃、ベイエリアに接近しています。そうだな。とりあえず相手の懐に飛び込んで、しゃがんで、カエルアッパー。ゴーダン出動。正直銃器で撃った方がマシに被害少ないような。わら、それを言っちゃおしまいよ。いや、おしめよ。あ、またここか。またこの流れか。カイロボと撃破800億円。1割くれ。いや、1割でも 1% でもいいからくれ。8億だぜ。ゲートオープン。ちょっと見よっか。自分を盛り上げるために見よう。小安も喋ってるし。その報酬どこから出てくる。そうなんだよね。どこのどこからもらってんのかがよくわかんない。そうだ、移動中、移動まで5秒4321。そうだ、移動空が見えてんのか。え、俺ビルから出てくる気するんだけど、これ違くない？俺違くない？ビルのてっぺん穴開いてんのかな？この街はビルからだよね、確か。来た。また夕焼けか。あ、ここの映像ね。この映像なの。出てきた。ちゃんと見たの初めてかもしれない、これ。いや、でも巨大感あるよな、ちゃんとな。ここはまだだけど、このやっぱアングルとか遅さとか大事よね。おうおう、なんかオイルマン的な感じだな。遠いなー。うわ、遠いなー。あ、どうせいつものとこでしょ、これ。行こう。敵はマップの右下よ。はい、右、距離が離れてるけど急いで現場に。右下って言っていいの？
で、よいしょよいしょよいしょ、おい、ちょ、今違う違う違う、俺が移動、入り口がない、ここ乗るのあんま意味ないんだよな、でも下を見て乗り越えて、あったらやってみようかな。うん、意外とね、昔はよくゲオとかブックオフで見たけど、最近そんな見ないよね。っていうか、まあもしかしたらもう600円ぐらいでダウンロードできるかも。ここまでなんだよね。こっから先あんま行けない。三角。俺が先行くか。ちょ、敵どこ？敵全然いねえじゃん。うわー、遠いな。右下って言ってた。あ、じゃあダッシュ使えってことか、ついに。鉄人28号弱艦でもらって一緒に移動してたっけな。いけ、いやいやいや、勝手、あ、時間がかかるね。だから今回はだからダッシュをしろってことでしょ、これ。ドン。あ、逆、おお、おお、ほほほほ、止まらないんだけど、危ない、引かれるわ。ちょっとじゃあ俺が先行こう。町がちょっとガリったね。ガリガリし、ガリガリしちゃった。リモコン限界。おい、もっと強く、強い電波使おうよ。ダッシュ行くぞ。リモコン限界になるぞ、これ。うん？うわ、それなんか後半のネタバレになるらしいよ。最初はできないけど、なんかこう、最後の盛り上がるシチュエーションの時にできるらしい。危ない。鉄人は確かなんか翔太郎くんを握ったりできたような 気がしたけど、気のせいかもしれない。敵は、敵はてかもう あそこの場所から動かないから、ダッシュを使えよってことだね、ここ。じゃあ翔太郎くん移動しよう。で、これ辺にすればどっちにも翔太郎握って飛べたよ。あ、そうだよね、ぶん投げることも可能ですよ。あれ、こっちだ、いけ、ダッシュ。ちょっとなんか感性聞いてるんだけど、ドリフトしてんの。いけー、鉄人。ちょっと止まろうか。よし、行った、いいねー。おや、いる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 、絶対いる。うわ、来た、近い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 、ちょっとガードガードガード、おお、下がろう下がろう、違う違う、それ前進それ前進それ前進、下がろうか下がろうか下がろうか、なんかそれ嫌な予感するからガードしようか。オープン、思った以上に危ねえ。これ道路の舗装前列だよな。そりゃそうだよな。あ、痛い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 、よし行こう。ガードしながら前進したら、わら。ね、行きます。行かない、行かないの？行かないの？行かない。ちょっと待って、ガードしようか。ガードしようか。うわあ、危ない。見えない。踏み込め。ジェットで踏み込め、いけ、ドゥメース。ちょっとちょっと、で、なんでか、避けた避けた。ちょ、少年行こう、少年が移動しよう。少年だ、ビルの上行こう。どこだろう、いた、下見て、はい、オッケー。ガードしよう、ガードしよう、とりあえずガードしよう。よし、いける、これいける。ジェットアッパー、あー、やばいね、行った、これは行った。前進しよう、前進しよう、左足で、また回転の力を加えたパンチ。おっと、違う。え、少年落ちたんだけど。あ、ビルなくなってる。ビルがない。いや、相手どう、相手はなんか自動操縦っぽい。よい、ジェットパンチ、よっしゃ、これいけんじゃね、これ。ジェ、よし、ロケットパンチだ。ロボ、ロケットパンチ、せい、あー、ずれた。帰っておいで、帰っておいで。あ、回っちゃった、回っちゃった。頼むぞ頼むぞ、ジェット行こうか。じゃあジェット、当たってないね、当たってないね。車来たね。しゃがんで、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 
しゃがんで。あ、なんかひる、じゃあ待って、なんでどうやってやんだっけこれ、どうやってやんだっけ。あー忘れちゃった。ちょっと待って、あのアッパージェットアッパーどうやってやんだっけ説明書ちょっと止まる。さあ、あーそうさ、ありがとうありがとう。あれ人乗ってないから大丈夫。あー三角止まるだったわ。ちょっとロボ来て、ロケットパンチでもいいけど、ここは使っていこう、せっかくだから。遠いな、俺もちょっと行こうか。少年移動行くぜ、ダッシュ。とりあえずダッシュでしか見えねえよダッシュ。なんかパンチ打とうとしてる人も、あーい、赤くなった体力が。もうちょっと待とう。しゃがんで丸三角ね。これはちょっといい感じに角度変えて、視点が悪い。そういうこと言ってる場合じゃない。よし、構えて、走って。倒れた走って近づくってないわ、これは無理だ。あー、じゃあ少年変な方向いた。へえ、ちょっと待って、ちょっとそっち向かないで。ガード、生きてるの？これまだ生きてんの？これ体力ないよ。ちょっと弱パン打っちゃおうか。いけるか。あー、ボタン間違えちゃった。あー、ガードしたのに。あ、走りながら技出せんの。よし、このゲーム本当よ、できてたよ。ほんとだよ、面白い。とりあえずもう一回頑張ろういい音だな。よし、パンチ力強くしときゃよかったな。意外と綺麗に当たってたからな。やり直しです、ね、そう、あれはね、なんか無人巡回車らしいよ。すごいタックルしてくるから。ただあの車が敵にタックルすると敵がひるむからこっちに当たってもこっちがひるむけど、すげえなんか威力あるんだよね。うまいタイミングで敵に当たるとすげえいいんだよあれあれ1台壊すと1000万罰金だから。行こう。あ、出てきた。いやー、これ乗り、主人公掴んで走れねえのかな。やってみるそれができたらめっちゃ楽なんだけどね。早くパンチ打っちゃった。じゃあこっから行こうか。ここら辺で見よう。構えて、見えないけど発射、いや発進あれ短いよ。押しっぱなしじゃダメなんだね。離さなきゃいけないです。おいっと、いけ。ドリフトよしよしよし、オッケー。ちょっと分かんないからちょっとこっち行っちゃおうあ、なんかぶつかってるね。これ壊しちゃうわ。これじゃどうなってた。あれなんで行かなかったの。全然物ないじゃん。あ、左側かぶつかってる。また電波圏内になっちゃう。行くぜロボ。こっち向こうダッシュ。車来た。バカ、あーバカ、あれ走らねえし、しかダッシュ。あら動かないよ。ちょっと歩こうか。なんかぶつかっちゃってんのかな、肩が。エネルギー不足かな。嘘でしょ。あ、あれ、あの黄色ってダッシュにも必要なのか。動いてたら、あ、溜まるっていうけど、全然溜まってる気しないな。ダッシュ。エネルギーなのか。あ、ない、ダメだみたい。溜まってる。あ、すごい。じわじわだな。俺の手前にある棒はな、電柱か。さっき結構走れたんだけど、今回はまだ走れない。最初に走っちゃったからか。よっ。
ちょっと待って、ちょっと待って。じゃあ戦闘にも使うからあんまりダッシュしない方がいいのこれ。でもすぐ戦ったらすぐ溜まるからねこれ。この一歩がじゃあ無駄なんだ。一回使うのにいくらって感じなので距離関係ないです。あーマジで？あじゃあ使えるだけ使おうか。ここじゃねえな。いや入った。よし来い。ダッシュ。木が邪魔。ドン。緑になれば使えるのかな？あー当たる当たっちゃう。さあピンチピンチピンチ、ガードガード、よっしゃいいよいいよ、これいいよ、これバカだよ。フジェットフック、よっしゃービル壊れるけど壊れた俺のせいじゃねえ。よし左向こうか。でガードしてもいいし、いやちょっとパンチを届くか。ダメだ。おおなんか拳同士が当たる。あー普通のフックになっちゃったけどいいや。ほらゲージが溜まる、ゲージ溜まるから撃つ。で俺が、おおよけた失敗した結果よけた。これどうなってんの、ゲージで見えないんだよバカ、ゲージで見えない俺がどこ向いてるか。どうなってんのこれ、どうなってんのこれ、どうなってんのこれ、ひねってんのか。下見ようか下見ようか。いやいやいや、ちょっと近いのかな。最後のフックもいいですね。うん、ちょっと待って、ここだここだここだ、左右交互のフック。いやむむむむ、向けない向けない。おっぷしガードできたのこれ。ロケットパンチは青でしか打てないんだよね。はいはい、踏み込みパンチ、アッパー食らった。あっぷね、危ねえとかもうダメだった。ビルの屋上行けるのか。そう。よし、行くぞ。行くぞ、ジェットアッパー。ダメ、ガード、ガード、ガード。うーい。回ってる、回ってる、また回ってる。ロケットパンチ行くかも。左パンチ。当たったのかな？当たったか確認しに行こう。あ、当たってるね、多分。あ、当たった。よし、行ける。こんな。少年の目線だからさ、少年目線なんだ今。オープンねー。右フックの準備と思ったけど危ない、ガードこっちか。いやー、うーわー引っかかった、返しがある。しゃがみます、しゃがみます、しゃがみます。いけそうだないけそう、よいしょーい。あ、ダメだ。ダメ。必殺技とかあるの？ある。しゃがみ。しゃがんでくれ。三角丸。三角、違う。あー、当たらない。ガードさん。行くぜ。ジェットフック。一気にドガス。ちょっとビル壊れる、ビル壊れる。俺のいる場所が危ない。足場がなくなる。近い。近い、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 近い。おーおー見えないこれ見えないぞ。それを耐えろ、それを耐えろ。よし、いける。ありがとうございます、ローダンと聞いておきました。やってます。来ないで、こっちこっち来ないで、壊れるから。あーやばい、もうロケットマッチ撃てるね、これこれロケットマッチ撃てる。俺どうなってんねこれ。おー壊れた。よしよし、ロケットマジだ。さっきみたいな時は三角四角で左で出すのもいいですよ。あーやっぱ出んだ。ロケットパンチ、いけー、よっしゃー真ん中ロケット近かったな今。やった、あー危ねー、これ大変だわ、疲れるわこのゲームね、ド迫力すぎた、汗かいたわなあ。いやービル壊れたな、23個も壊れたんだけど。いくらもらえんのよ、これ。差額。ああ、意外ともらえた。何かが狂えばやられていた。あれ減ったもしかして。いや、いくらだったっけ、報酬。ああ、わかんねえもう。危なかったー。ジェットアッパー当たんなかったな。
この後何もないんだよね。お疲れ様でしたみたいな。壊れすぎる。守君どうしました？実は登らない方がやりやすいかも。うわあどうなんだろうね。位置取りがちょっとわからんかった。いや さっきはちょっとポジション悪かった。これ別売りでプロポみたいの出しとけ。おもろそうだったのに。あなるほどね。いやだからこれはプレステのコントローラーをリモコンにしてるっていう設定なんですよ。しょうがないそれは。ちょっと待てよ。これかな？新兵器ですか。これだ。話は分かる。こんなこともあろうかといろいろな開発プランを立てておきましたよ。どのロボットに新兵器を取り付けたいんですか。このゲームはどこのメーカーが出してるの。ヒューマンというメーカーが出してて、開発は地球防衛軍とかを作っている、後に地球防衛軍を作る人たちが作った。別ゲーでプロポ出てるんだけどな。プロポはしょうがないじゃん。ロボットの操縦にはでき向かないし。新兵器持ってるよ。プロポコントローラー萌えプロか。萌えプロ萌えプロ。こんなことがあろうかと、なんという決まりも。そう回転機構、パンチ力を爆発して、これだよ。これとりあえずこれあったら間違いないっしょ。両手発射式、これも強いと思うけどね。つけようよ。これそんなにお金かかる技なのかな。本当にバルカンな、いずれ役立つ気するわ。バルカン裏剣っていうのがわかんないな。コマンドオミガバイオ初代と一緒。ピロアラ。あ、そうなんだ。どうしよう。ロケットマジ強いかな。大味な方に行っとくわ。もうお金ないよ。よし行こう。おう、時間じゃない。今日ちょっとリモートコントロールランディもういいかな。このゲームすげえ疲れんだよ。面白いけど。お邪魔、お呼びですか。セーブして先進むか。あ、そうだよ。あれどうなったんだよ、デートは。何をしたいんだよ、その山岳地帯に行って。よし。セーブしようとしてる人もありそうだな。そうだな。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日のリモートコントロールダンディは多分もう終わりかな。今日ちょっと出かけると思うんで、 YouTube の方に動画をアップするためにちょっと出かけるんで、家じゃできない。寝た。これタイトル出るんだっけ、寝ると。はい、お疲れ様でした。次回予告を。ベイエリアの SOS。 わからない。あ、今度救助系なのかな。なんか船を守って戦えみたいなあれだな。お疲れ様でした。次回はこれです。よくわからん。マモル君